手筒山から望む。中池見湿地中、池見湿地は、福井県鶴ヶ市にある、手筒山などの3つの低山に囲まれた、面積約25ヘクタールの内陸低湿地であり、データン湿地。分類的には、フェンにあたる。木の目川の支流の源流域に位置する。日本の地形レッドデータブックにも保全を要する、最も価値のある地域の一つとして記載されている。 2012年に越前加賀海岸国定公園の一部として追加指定され、同年7月3日にはラムサール条約に登録された。国内屈指のトンボの生息地である一方、アメリカザリガニの異常繁殖が問題視されている。もともとは次の巨木が生い茂る湿地だったが、江戸時代の神殿開発によりほぼ全域が水田となった。 その後の減炭政策で旧耕電が増えその地を大阪ガスが買収したが、ほぼ放置状態であったため、現在のような多様なモザイク状の生態系が形作られた。その後2005年に鶴ヶ市に寄付された。環境省は2001年12月、日本の重要湿地500に選定。2012年5月には、同湿地に水を供給する周辺の山を含めた87。 ヘクタールをラムサール条約の新たな登録候補地に指定する方針を決めた。鶴ヶ断層の西側が沈降したことにより、袋状の埋石国ができ、そこに湿原が発達した。そのため数十メートルにも及ぶ低炭層があり、その地層には約10万年間の環境変遷史が記録されている。また湿地には特有の植物が群落を作り、そこに 様々な水生昆虫が生息している。特にトンボの種類が豊富で、現在70種が確認されている。また、近年、新種のテントウ灯虫が発見され、中池美姫テント灯と命名された。動植物の種数は約3000種。このうち絶滅危惧種が電磁ウやメダカなど、約120種と言われている。湿地の南東端には、ビジターセンターがあり。 中意気味の水辺の生物展示などが行われている。湿地の南西端には移築された茅葺きの鶴ヶの古民家が展示されている。1992年に大阪ガスが液化天然ガス基地の建設計画を発表した。しかし、市民団体などが湿地の保全を訴えて反対運動を展開。1996年以降集中的な生態学的調査が進められ、 生物多様性が桁外れに高いことが明らかにされた。2002年4月、計画はエネルギー事情の変化を理由に断念された。大阪ガスが取得、所有していた土地は2005年3月31日にすべてが鶴ヶ市へ寄付され、私有地となった。現在鶴ヶ市や特定非営利活動法人により保全が進められている。この計画のため、 湿地の隅を走る国道8号敦賀バイパスには湿地へ降りる管理用道路や広い路側帯が設置されている。現在はそこに自動車が仮眠などの目的で長時間停車したり、心ないものがゴミを捨てており、環境への影響を心配する声がある。北陸新幹線の建設計画において敦賀市内のルートについて予定ルート上に 湿地がが存在していることと明らかとなった環境アセスメントの結果によって、民家を避ける、要ルート設定が行われたためであるとされ、専門家からは、中池圏未出地に生息する多数の平家ボタルへの影響をはじめとして、環境への悪影響が懸念されている。2015年3月15日、北陸新幹線、金沢鶴ヶ間を建設している、鉄道建設、 運輸施設整備支援機構は、同湿地を通過する国の認可ルートを変更することを明らかにした。2016年3月28日、公益財団法人日本自然保護協会等は、ラムサール条約湿地、中池見湿地を通過する北陸新幹線建設工事において、ラムサール条約の決議を遵守すること求める要望書を機構に提出した。その概要は、 以下の通り、西日本旅客鉄道鶴ヶ駅の北東約 2km に位置し、北陸自動車道鶴ヶインターチェンジの北北西約 1km に位置する。湿地の西端付近に国道8号の鶴ヶバイパスが通る。周辺の南側と東側に国道476号が通り、南側の藤ヶ丘駐車場と東側の貸し局駐車場へのアクセス道路となる。 湿地の南端から手筒山方面に中部北陸自然歩道が整備されている。藤ヶ丘駐車場からは峠越えとなる木漏れ日の道の歩道が整備されている。湿地内の一部でも、ありがとうございます。